これがモノホンのマンガニックシューイってことで、トマホークステーキ作っていきます。骨付きハンバーグをマンガニックって言ってるやつとは格が違いますよ、格が。まずは下味につけるスパイスの準備。牛脂をレンチンして溶かしたところにチリパウダーを大さじ2、ガーリックパウダーを大さじ1、胡椒をたくさん、パプリカを小さじ2、ブラウンシュガーを大さじ1、最後野菜強心者のためにサラダ油を少量加えて湿らせたら、ここでプラグイントマホークマンエグゼトランスミッション。表面にスパイスを塗りたくったら準備 OK。 サランラップで30分ほど室温に戻しながらなじませました。表面を軽く焼いて焼き目をつけたら、アルミホイルで包んで四孔盗聴を防ぐ。そして200度のオーブンで30分、ブンブンハロー YouTube。 一緒にブンブン焼いてた野菜も添えればワンピースのようなモンハンのような食卓の完成。白色のやつを胃袋に入れる余裕はなさそうなので、飲み物は海賊っぽくラム、そして宴だ。まずは一口、うまーい。ワイルドな肉を食ってる感じ。スパイスの香りがめちゃくちゃ効いてていい。でもめちゃくちゃ硬い。柔らかくする工夫はそんなにしてなかったからな。反省。ってことで味変の胡椒、赤レンジャイ、キレンジャイ、ミドレンジャイ、このサイズの肉を口いっぱいに放り込む醍醐味を味わったところで、ロマンよりも実を取って顎が疲れないように切り分けていきます。おー、ピンクのまま火が通ってる。いい感じの焼き加減っていうか、付け合わせの野菜がめちゃくちゃうまい。人は肉だけでは生きていけない。脂身の部位は味噌の味わいがいい感じにうまい。顎が疲れた。あと少しで終わるが、ウソップ、お前船降りろ。ってこと